嬢さんが登場だ。こんにちは。家事代行サービスの派遣で来たんだけど、パパとママはいるかな。マリアマ、そうなんだ。まずは家事の相談したかったんだけどな。これは一度出直した方がいいかな。メモがこれね。ふむふむ、仕事が忙しくて手がつけられていない、引っ越し荷物の片付けをしてほしいか。ありゃりゃ、そりゃ大変だ。でも私が来たからもう安心だよ。荷物なんかババーっと片付けて、という間にピッカピカのお家にしちゃうから。あ、そういえばまだ名前言ってなかったね。私、瀬戸リカっていうの。よろしく。よかったらお嬢さんの名前も教えてくれるかな。ずっとお嬢さんって呼ぶのもなんかあれだし。レナちゃんね、かわいい名前じゃん。よし、バッチリ覚えた。挨拶もしたところで、早速部屋の片付け始めよっかな。すぐ終わると思うから、レナちゃんは自分の部屋で待っててくれる？ああ、そういう意味で言ったんじゃないの。ドタバタしてホコリとか立つと思ったからさ。もちろん全然邪魔なんかじゃないよ。ここにいてくれて大丈夫。私のお掃除テクたっぷり見てってね。ん？どうかした？細かいことは気にしない。歌いたい曲はじゃんじゃん歌わなきゃ。でも私の歌が上手だってわかっちゃうか。レナちゃん、いいセンスしてるね。もしかしてレナちゃんも歌うの好き？なんで謝るのさ。私とレナちゃんもう友達じゃん。ついでだから私のこともリカって呼んでよ。瀬戸さんって呼ばれ慣れてないからさ、なんかムズムズしちゃうんだよね。ありがとう、それでバッチリ。そうだ、どうせなら一緒に歌おうか。そっちの方が楽しく片付けできそうだし。もちろん私もレナちゃんの歌聞きたいしね。よし、それじゃあ思いっきり歌っちゃおう。あ、レナちゃんにも分かっちゃった。伊達にバイトはしてないからね。さーて、あとはこの荷物をしまえば。ん？うわー、懐かしい。これカセットデッキとテープじゃん。このテープで音楽を聴いたり録音したりできるの。うちでも昔お父さんが使ってたんだよね。レナちゃんはさすがにピンとこないか。ま、私も使ったことまではないんだけどね。で、やばいやばい、これこのまま夢中になって掃除が中断しちゃう流れだ。気を取り直してラストスパート頑張ろう。
私は掃除のエキスパートだからね。までの辛抱だよ。きっとその日だったら。そっか。それじゃあ学校のお友達呼んで思いっきり遊んじゃうのはどう？よし、それなら私と一緒にクリパしよっか。私の友達呼んでパーッと遊ぼうよ。もちろんレナちゃんさえ良ければだけどね。よし、じゃあ決まり。ママの OK 出たらすぐに連絡ちょうだい。これ私の連絡先ね。それで、今回は何？手伝ってほしいことがあるとか？なんか嫌な予感するんだけど、ここで無茶ぶりとかしないでよ。ごめん、クリパの予定変更。今年はなんと、キュートなお嬢さんのお家で開催します。え？つまり、そのレナって女の子のためにクリスマスパーティーを開きたいってことね。そう、そうなの。レナちゃんを喜ばせたいの。なるほどね。でも、ご両親の了解は取れたの？うん、そっちはバッチリ。そもそもバイトを頼まれた時に面識もあったし、私たちがいてやれない分、レナのことを頼みますって逆にお願いされちゃったよ。にしても最近のリカ、暇な時はバイトばっかしてる気がするんだけど、そんなにお金ないの？別にお金遣いが荒いってわけでもないよね。もしかしてまた何か企んでる？ちょっとサオリ、そこはちゃんと私のこと信じてよ。年末はいろいろ入り用だから、いつもよりバイト増やしてるだけだって。まあそれならいいんだけど、私のバイトについては今は置いといて、クリパ、みんなも協力してくれる？もちろん、私にも手伝わせて。レナちゃんのことほっとけないからさ。私も手伝うよ。子供と過ごすクリスマスも楽しそう。ダリア、マリカ、ありがとう。じゃあ、そんな不安そうな目で見ないでよ。この流れで私だけ断るわけないでしょ。それに私だってそのレナちゃんって子に何かしてあげたいって思っちゃったし。よっしゃ、これでサオリもゲット。これでマーメイド全員参加だ。ちょ、リカ、声が大きいって。ごめんごめん、嬉しくってテンションめっちゃ上がっちゃってさ。とにかくマーメイドが揃ったからには、レナちゃんにとって最安のコーナークリパにしないとね。だね。クリスマスらしい食べ物とかパーティーグッズも準備しちゃおう。そうだね。リカ、そのレナちゃんの好きなものとかわかるの？へっへー、ちゃんとリサーチ済みだよ。さすがリカ。それならクリスマスプレゼントもいいものを選べそうだね。あ、プレゼントについてなんだけど、ひとまず私に任せてくれない？いい考えがあるんだよね。ちゃんとしたものなんでしょうね。もちろんだよ。プレゼントはちゃんと喜んでもらえるものを選ぶ、それが私のモットーだからね。リカはそういうところはしっかりしてるしね。当然
せっかくのプレゼントなんだもん。上がらないものあげてどうすんのって話じゃん。リカらしい意見だね。けど今回は結構入れ込んでる気がする。どうしてそこまでレナちゃんのこと気にしてるの？リカってそんなに子供好きだったっけ？もちろん子供は好きだよ。可愛いさ。でもレナちゃんはそれだけじゃないっていうか、その子だけの特別な理由があるってこと？ほっとけないオーラを感じちゃったとか？そうだな、それに近い気がする。レナちゃんってちょっと似てるのかも。似てるって誰に？なんでもない。とにかくなんとなく気になるんだ。そんな感じってことで。答えになってるような、なってないような。リカが答えをはぐらかすってのも珍しいね。まあまあいいじゃん。とりあえず今はクリパの相談進めよう。メリークリスマス、レナちゃん。サンタの衣装着てきた甲斐があったね。用意してくれたマリカには感謝しないと。えへへ、喜んでもらえてよかった。かわいい。何この子、天使なの？そこんとこは全然オッケー。みんなサンタさんの服を借りてるだけなんだ。だからレナちゃんは心配しなくて大丈夫だよ。というわけで紹介するね。私の友達のサオリにマリカにダリア。こんにちは、水島マリカだよ。よろしくね。松山ダリアです。今日はいっぱい遊ぼうね。次はサオリが挨拶しないと。うん、こういう時は第一印象が大事だよね。変なこと言って怖がられたりしないよう気をつけないと。もうそんなに悩まなくても大丈夫だってば。その日高沙織です。よろしくね、レナちゃん。眩しい。可愛すぎて目をやられそう。気にしないでいいよ。レナちゃんが可愛くてびっくりしてるだけ。レナちゃん、どうかこれからもそのままでいてほしい。沙織、なんか変なテンションになってるね。紹介も終わったし、パーティーの準備しよっか。壁に飾るリースやオーナメントは沙織にお願いしてもいいかな？用意したのも私だしね。こっちは任せてよ。天井の飾りは私がやるよ。結構体力使うだろうしね。それじゃ、マリカはレナちゃんが着るサンタの衣装を作っちゃうね。簡単なドレスだけど、可愛いの作っちゃうからね。よし、それぞれ役割分担も決まったし、まずはレナちゃんの家をクリパ仕様にするぞ。イエーイ。ここの飾りはこうして、これだけだとちょっと寂しいかな。それなら字と組み合わせて、これならバッチリ。沙織、そっちの飾り付けは？へえ、いい感じになってきたね。もう少しで完成かな。ダリアがやってた天井の方はどう？
進んでる。一人でよくここまでできたね。すっごくいい雰囲気だよ。ありがとう。こっちもりなちゃんのサンタドレス完成だよ。レナちゃんめっちゃ可愛い。写真撮らせて。マリカもすごいな。ちゃんと立派なドレスに見えるよ。服のリメイクは得意なんだよね。レナちゃんにも喜んでもらえてよかった。じゃじゃーん、こっちも完成したよ。ダンボールで何か作ってると思ったらめちゃくちゃ立派なツリーできてるじゃん。一応作り方調べてきたんだ。いい出来でしょ。見た目がしっかりしてる上に段ボール製だから片付けるのも簡単なの。こんなのサクッと作っちゃうなんてリカって案外器用だよね。もっと褒めて褒めて。レナちゃんに褒めてもらえると疲れも吹っ飛ぶな。これで準備オールオッケー。そう、買ってこなくていいって話だったよね。そうだよ、レナちゃんのママが用意してくれたんだって。ならそこに食べ物を並べようか。買ってきたフライドチキンとかジュースも出すよ。ケーキはこれだね。美味しいって話題になってるお店のだ。私も見たことあるよ。わざわざ用意してくれたんだね。よかった。私たちちゃんと歓迎されてたんだ。え、サオリーまだ心配してたの？いや、普通は嫌がられるじゃん。知らない人たちがいきなり自分の家でクリパやるとか言い出したらさ。まあそれは確かにね。リカはともかく、私たちなんて会ったこともない他人なわけだし。信頼されてるね。えへへ、それほどでもあるかな。まあ今日は調子に乗ってもいいか。このクリパができたのもリカがいたからだし。おかげで噂のケーキも食べられるしね。それじゃまずはレナちゃんに切ってあげる。フルーツたっぷりの部分はレナちゃんのね。上に乗ってるサンタさんもつけちゃおう。マリカって結構世話好きだったんだね。親子みたいに見えるよ。えへへ、そうかな。そう言われるとなんだか嬉しいかも。自分の世話はあんまりできないのにね。特に部屋の整理とか。サオリ、ダメだよ。レナちゃんの前でそれ言わないで。それに最近はみんながいつ来てもいいようにちょっとは掃除するようになったんだから。本当かな。レナちゃんも自分の部屋はきれいにしてる？やっぱり家の中で遊んだりすることが多いのかな。ん？どうしたの？あ、もしかして怖がらせないようもっと優しい目でにっこりと、目の力を抜いて、それから…ダリア？急にどうしたの？変顔の練習？目にゴミが入っちゃったとか？え、いや、そうじゃなくて、にっこりって、こうかなって…ああ、にっこり笑おうって意識したんだね。でも、そうなっちゃったか。心配させちゃってごめん。あ、だったらダンスはどうかな。ダリアの得意分野だし。踊ってる時のダリアはすごいんだよ。とってもかっこいいんだから。わかった、ダンスの動画探してみるからちょっとだけ待ってね。これか。
へえ、なるほどね。こんな感じかな。今さっと見ただけで覚えちゃったの？ダリア、すごいな。さすがに完璧ではないけどね。踊ってて楽しくなるいい振り付けだよ。確かに楽しそうなダンスだな。なんだかこっちまで踊りたくなってきた。じゃ、みんなで踊っちゃう？もちろん、レナちゃんも一緒にね。なら、思いっきりダンスしよっか。わからないところは教えてあげるね。どうしよう、完全に乗り遅れた。こういう時、いつも混ざれないんだよ。ああ、私もレナちゃんともっと仲良くなりたいのにな。レナちゃんのダンス素敵だったよ。お父さんお母さんもきっと喜ぶと思う。はあはあ、飲み物ちょうだい。スポドリも買っておいてよかったね。はい、どうぞ。ありがとう、マリカ。サオリはもうちょっと体力つけないとだね。レナちゃんにまで心配かけてちゃダメだよ。は、反省します。サオリも無事に生き返ったところで、いよいよクリスマスプレゼントの時間です。そうだよ、私たちからレナちゃんへプレゼントがあるの。ねえリカ、本当に大丈夫なんだよね？リカが任せろって言うから、私たちは本当に何も用意してないよ。大丈夫だって。ちょっと待っててね。どうするつもりなんだろう。とりあえずリカを信じてみよう。お待たせ、準備できたよ。レナちゃんは知ってるよね、カセットデッキと新品のテープだよ。そんな懐かしいのを用意して、それどうするの？今からこのテープにレナちゃんと私たちの歌を吹き込むよ。歌？そう、レナちゃんの好きな歌をみんなで歌って、今日の思い出を残したいんだ。プレゼントとしては変化球すぎるかもだけど、これが一番いいんじゃないかなって思ってさ。それならクリスマスソングを歌おうよ。今日はそれが一番ハマるよね。レナちゃん、クリスマスの歌って何か知ってる？いい曲じゃん。他にはどんなのがあるかな？サンタが街にやってくるとかは？日よしこの夜とかも定番じゃないかな。明るいアレンジバージョンもあるしさ。これは朝まで歌って踊ってオールしちゃう。レナちゃんもいるんだからダメに決まってるでしょ。もう冗談だってば。レナちゃんにはまだ早い遊びかな。もう少し大人になったら誘ってあげる。その時はしっかりエスコートするからね。ほらほら、今はとにかく歌の録音を始めるよ。はい。レナちゃん、マイクで歌うの初めて？じゃあ、自分の声を聞くのも初めてか。
きっとびっくりするよ。レナちゃんの声すごく素敵だから。レナちゃん照れてる。でもレナちゃんの歌声は本当に素敵だよ。踊ってる時に聞いたけど驚いたもん。だね。リズムやメロディーの取り方も上手だったし、本当に歌手になれちゃうかも。そうだ、せっかくならレナちゃんの歌をパパとママにプレゼントしてあげるのはどうかな。そう、レナちゃんからのクリスマスプレゼント、パパとママもきっと喜ぶよ。オッケー、リカお姉ちゃんに任せなさい。サイ&コーの歌をプレゼントしちゃおう。あの二人なんだか本当の姉妹みたいだね。あの二人いいコンビなのかも。できたらレナちゃんの前ではいいお姉ちゃんのままで居続けてほしい。うわ、もう夜の9時過ぎてる。だいぶ遊んじゃったな。みんなで夢中になっちゃったもんね。テープに録音するのも味があって悪くないかも。あのレトロ感はいいよね。マリカも欲しくなっちゃった。レナちゃんなんだか静かだね。眠くなっちゃった？私たちは大丈夫だよ。パパとママが帰ってくるまで遊ぶつもりだったし。そうだね。私たちはともかく、レナちゃんまで付き合わせるのは悪いよ。じゃあみんなでお片付けしよっか。遊んだ分お部屋をピカピカにしないとね。ねえリカ、レナちゃんなんだか。今は片付けしよ。レナちゃんに迷惑かけたくないしね。うん、そうだね。レナちゃん、別れ際までニコニコしてたね。こっちが見えなくなるまでずっとバイバイしてくれてた。うん、最後まで元気いっぱいだったよね。無理して強がってるみたいだった。ダリアもそう思ったんだ。お片付けしてる時からそう見えたよ。もしかしてレナちゃん、あれ以上私たちと一緒にいると別れが辛くなると思ったんじゃないかな。どういうこと？私たちが帰ったらレナちゃんは結局一人になっちゃうんだ。今が楽しければ楽しいほど一人になった時寂しくなっちゃう。レナちゃんはきっとそれが辛いって分かっちゃってるんだよ。確かに沙織の言う通りかもね。すごく楽しそうにしてたのに急にあんなこと言い出したのはそういうわけか。せめてご両親が一緒にいてくれたらね。マリカたちにできることもうないのかな。私もう少しレナちゃんのそばにいる。でもそれで何か解決するわけじゃないんだよ。レナちゃんがもっと辛くなっちゃうかもしれないよ。わかってる。でもそれでも私はレナちゃんのそばにいてあげたいの。リカ、どうしてそんなにレナちゃんを気にするの？何か理由があるんでしょ？レナちゃんね、子供の頃の椿に似てるんだよ。椿ってロンドの？うん、幼馴染だって前に教えたよね。椿もレナちゃんと同じで歌が大好きでちょっと寂しそうでさ、私そんな椿を笑顔にしてあげたくて。でもいつの間にか離れ離れになっちゃった。私がずっとそばにいてあげられたら椿はもっともっと笑ってくれたんじゃないかって今でもそう思うんだ。それはリカがそう思ってるだけじゃないの？椿さんもレナちゃんもそんな風に思ってないかもしれないよ。
そうだね。全部私の勝手な思い込みかも。でもね、私はもう後悔したくないんだ。だからこのままじゃ帰れない。リカ、ごめん。こっからは私のわがままだから、みんなは気にせず帰っていいから。今日は本当にありがとね。おやすみ。気にしなくていい？まったく、何言ってんだか。あんなこと言われてさ、黙って帰れるわけないじゃない。そうだね、私たちそんなにぬるい関係じゃない。うん、私たちも戻ろう。レナちゃん、待っててね。ん？今誰かレナちゃんの家に。リカ。わゆ、びっくりした。って、みんなどうしたの？どうしたのじゃないよ。リカを追いかけてきたの。私たちがあのまま帰っちゃう人間だって思ってたの？だったらちょっと悲しいな。ダリアの言う通り、私たちもあんたと一緒なのよ。辛そうな顔した友達のことほっとけるような人間じゃないんだからね。みんな、そうだよね。私バカだった。さっきはごめん。来てくれてすっごく嬉しいよ。ううん、素直に謝ったから許す。これでいつも通りのマーメイドだね。それでレナちゃん家に戻ってきたはいいけど、どうしてこんなところで立ったままだったの？あ、そうだった。今レナちゃんの家に人影が入っていったんだよ。え？でもまだレナちゃんのご両親が帰ってくる時間じゃないよね。もしかして泥棒？わかんない。とにかくまずは外から様子を見てみよう。パパとママ？うん、直接会ったことあるし間違いないよ。仕事を早めに切り上げて帰ってきたみたいだね。よかった。ご両親もレナちゃんのこと大好きなんだ。うん、うん。リカ、もしかしなくても泣いてる？レナちゃんが一人ぼっちじゃなくて、よかった、よかったよ。今夜はもう安心だね。それじゃマリカたちも帰ろうか。だね、このままじゃリカここで号泣しちゃいそうだし。だから声でかいっての。夜遅いんだから静かに。Thank you.
周りからめっちゃ見られて恥ずかしかったんだからね。そういえばレナちゃんのご両親、今頃プレゼントを聞いてくれてるかな。多分ね、きっと喜んでると思うよ。レナちゃんのことも今まで以上に大切に思ってくれるんじゃないかな。それでも、もしレナちゃんが寂しくなった時は私がいつでも駆けつけるもんね。そこは私がじゃなくて私たちがでしょだよね。そうだった。私たちが駆けつけてアゲアゲにしてやる。リカ、すっかり元通りだね。うん、もうバリバリ元気。っていうか、まだまだクリスマスは終わらないよ。フローリック予約して貸し切ってあるんだし。え、そうなの？あれ、言ってなかったっけ。それにプレゼント交換会もしないとでしょ。それはそうだけど、今からってのもな。わがままで迷惑かけちゃったお詫びに、私がみんなの分もごちそうするからさ。そういうことなら乗った。クリスマスらしくパーッと上がろう。はあ、結局こうなるのか。こういうのも私たちらしいよね。もちろん朝まで付き合ってもらうよ。最後の最後までクリスマスを楽しもう。